武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学医学部医学科の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、理科が2科目120分、となってますので、まあ物理も、まあ、その2科目で120分ですね。で、大問が、4つ、出題されております。なので、実質60分で、まあ、大問4つ解くぐらいの感覚になります。で、問題の難易度に関してですが、まあ標準問題が、多いですが、完答しようと思うと、まああの、解ける問題解くだけであればマーチレベルでも十分なんですが、まあ、完答しようと思うレベルだと総計レベルまでやっておいた方がいいかなとは思います。で、図を書く問題、まあ、グラフなどでですね書く問題や論述問題、まあ、これ年度で結構問題数が大きくぶれますので、これを必須でやっておくというよりは、まあ、余裕があった場合の追加、でやっていくという形になりますが、こちらに関してはまああの通常の問題集に加えて国公立標準問題集キャンパスなので、まあ、国立系の論述練習の、参考書を1冊、仕上げておくといいかとは思います。で、まあ、あの割と問題文だったり設問の文章が長い問題が結構出てたりはしますので、その意味というか聞いてることを理解してそれを式にして解いていくっていうそのプロセスに手間取ってしまうと、おそらく時間が足りなくなってしまったり、まあケアレスミスしてしまったりっていうことが起こりやすくなると思いますので、そういうその読み取りの速さなり解き始めるまでの速さっていう部分を、まあ、あの今までの問題集などもただ解ければいいとかっていうよりは、見た瞬間ああこれを求めなきゃいけない問題でこうやって解けばいいんだな、じゃあこうやって解いていこうって言って実際手を動かして答えまで持っていくっていうその流れをちゃんとその反復練習して、あのすぐに解き始められたり、あすぐに意図をあの察して、ああこういうことを求めなきゃいけないよねって、この情報を使えばいいよなっていうのが分かるということを意識してできるように心がけていきましょう。以上が物理の勉強となります。